コキクガシラコウモリは、キクガシラコウモリかシラコウモリ属に分類される、コウモリ。日本固有亜種日本固有亜種東道長が3.5から4.8センチメートル、お長が1.6から2.6センチメートル、前腕長3.6から4.4センチメートル、体重は4.5から9グラムになる。下唇の羅出盤は4つに分かれる。和名の通り、シラコウモリより、 体の大きさが2分の1ほどであり、小型である。体毛は淡い褐色になる。出産を経験したメスは、下腹部に一体の義乳頭が肥大する。北の個体の方が大型であり、南へ行くに従って小さくなるという地理的変異がある。主に山地から里山に生息する。夜行性で50、数百頭の群れを形成し、昼間は洞窟を隠れ家として休む。 夕方になると隠れ家から出て、飛翔する昆虫類を捕食し、日の出前に、ホラー穴へ帰ってくる。洞窟などから出るときは、出入り口付近で何度も出入りを繰り返す。その後は決まった経路を繰り返し飛びながら採事する。夜間には、ネグラとは違う場所に、数頭集まって休息場所とすることもある。餌となる昆虫類が飛ばない時は冬眠する。 冬眠期と繁殖期では温度などを求める条件が異なるようであり、同一のホラー穴で両方の条件を満たさないときは条件の合う別のホラー穴へ移動することが知られている。秋の繁殖期以外は雌雄が分かれて生活する傾向が強い。冬眠期にはオスは集団を作り11摂氏13度の場所で冬眠するが、多くの成獣のメスは単独で摂氏10度以下の場所で冬眠する。 繁殖形態は体制であり、繁殖期には妊娠したメスとオスに分かれて数百頭になる集団を形成する。6月に1頭の幼獣を産む。幼獣は約25日で飛翔できるようになる。保育の初期には幼獣がメスの下腹部にある義乳頭を噛んでしがみつく。開発による生息地の破壊やネグラや冬眠場所である洞窟の減少などにより、 生息数は減少している。日本では1929年に聖子川掘り穴及びコウモリ、1938年に岩泉憂靴及びコウモリとして、聖子川リア穴と岩泉憂靴の個体が国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。